オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、有村架純です。私も漫画原作を以前から読んでいたので、まさか自分がこんなピュアな、こんなじゃないな子を演じられるのだなって思ったけど、原作に合わせるんだったら髪の毛は切りたいですっていう話もしてたし、でも事務所の人たちも結構そういう綺麗ってくれたので、バッサリと思い切って切らせてもらって、こんぐらいまであったのが結構こんぐらいまでいったので、やっぱ躊躇はなかったですか？なかったですね。楽しみだった。だから髪の毛切るのが、相手が福士くんだって聞いた時に、あ、でもぴったりだなって思ったんですよ。あ、なるほどって、確かにレン君にそっくりだなって思って、まあアレンジできるのはロングなんで、早く伸びないかなと思うけど、でもだいぶもう自分の短い髪が見慣れてきて、ファッションはでもこっちの方が楽しんでる気がします。スカートも長い時より全然履いてるし、やっぱりニナコはレン君のことをもっと知りたいと思うぐらい全然知らない人だけど、実際の私たちは結構やっぱり共演をさせていただいているので、相手のことも知ってるし、距離感もそんなに遠くないしっていうので、ありましたけど、違和感もなかったし緊張もなかったし、居心地もすごい良かったので、なんかその辺は全然大丈夫でしたね。昔はやっぱ優しかったり、スポーツが得意なのだったり、あんまりこう騒いだりとかしないタイプだったかなと思います。こういう制服初めて見て、なんか おしゃれというか、可愛いですよね。そうですね、あ、こういう制服あるんだってすごいびっくりしました。私セーラーでしたね。でも本当地味で、普通に紺色 あのラインも紺で、全部紺だったんですよ。すごい地味でした。私は夢の方が一生懸命でしたね。中学3年の時からこの仕事したいと思ってずっとオーディション来てたので、もちろん片思いをしたりとかしてたけど、多分そこまでこっちに行ってなくて、だからそんなにこう彼氏が欲しいとか恋したいとかっていうのはなかった気がします。毎日日記つけてたんですよ、上京してから。18の時に上京してでずっとつけてて、もうそれ読み返すともうしんどいですもん、なんかやっぱその当時の悩みがこう、あ、こんなことで悩んでたのなんかあの時しんどかったなとか、まあ、全部捨てましたけどね、もう過去は思い出さない、思い出さない、映画ストロボエッジはもう好きな人に好きな人がいても好きっていう、もう本当に好きがたくさん詰まった映画なので、こう見終わった後に温かい気持ちになったり、やっぱり恋っていいなって絶対に思えると思うので、みんなで見て感想を言い合ってもらえたらいいなと思います。